入ってくれ。高部の頭から会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。ああ、聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。清流会は無事だったんで。無事とは言わん。組の二三割と人間が家を出て近江の側に着いた。残ったもんにもわだかまりが残ってる。異人町の三す組がまがいもんだったと聞かされちゃうな。半貧竜満の長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。いずれ清流会は近江連合の傘下に入ることになんだろう。え、この町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だ。だが肉の壁が崩れかけている今、彼らには死活問題が訪れる。荻窪豊が神通力を失ったと、そういった噂が政界に流れ出した。都知事がそれとなく広めてるそうだ。敵ながら手際がいい。若が長年にわたる幹事長の偽札ビジネス。そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから知事はこの件で口を紡ぐ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。あの若さで幹事長とはな。よくわかんねんですが、幹事長ってそんなに偉いんすか。幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木亮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党を、この国を好きなようにできる。この国を好きなように。だから奴の次の一手は総理に解散総選挙を迫ることだ。解散総選挙？バカな、このタイミングで。総理、荻窪先生に頼れなくなった今、さぞ不安をお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ。何か具体的な策があるのかね。民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか。荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。私を幹事長にした上で解散総選挙、それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など、何より年齢が若すぎる。なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが、どこかにいらっしゃいますかね。
肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。近江連合を動かし真淵を操った。それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川正人だったな。春日、今お前が事の渦中にいるのは巡り合わせに過ぎん。ソープの店長が死んだ時、その場に居合わせたのは偶然だった。そう思うよな。はい、そうですね。だがお前が偉人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。え？どういう意味で？いつかの偽札、今あるか？会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。誰なんです、それは？荒川真澄だ。おやさん？いや、でも俺はそのおやさんに撃たれて。ああ、お前は荒川に撃たれた。だが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら？え？その偽札はこの俺への紹介状だ。もしもお前が俺の元にたどり着いた時、春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。紹介状って、なんでそんなやり方を？俺の見立てじゃ、青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。別の動き？それ一体？そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのならよほどの事態だと察するがな。会長、あなたと大家さんとはどういう？そいつは長い昔話になる。だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。俺と荒川との因縁は全部あそこから始まって。北京ダッグが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。席を予約しておこう。先にやらせてもらってるよ。いいんですか、ごちそうになっちゃって。お前がおごってくれんのか？そうしたいですけど、支払いはこれじゃあまずいですもんね。どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。うまい北京ダック、俺にも気持ちよく食えるようにしてください。あなたと大家さんがそういう関係なのか。俺に気持たせたのはあなたですよ。偉人町の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代の清流会と半品流氓、その一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に
何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋？そのうちの一人がカビ周りのお役者だった男、荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。え？ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。青龍会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかった。だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ組の跡目になる俺にその役を命じた。ってことはまさか会長は？そうだ。つまり俺は荒川敏夫を、荒川真澄の父親を殺した人間で、荒川敏夫と個室にいたのが誰かは事の直前まで知らなかった。それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。殺された親を最初に発見するのがその子になる。そう分かっててもなおだ。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。二人は海に沈んで消えた。死体も上がっちゃいないがな。じゃあ大家さんは両親を一度に？ああ、そして座長を失った一座もその後解散。荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった。何者も頼れない彼らが生きるには極道にでもなるしかなかったんだろう。東京の神室町でな。荒川が入ったのは東上会の枝で氷川興産って組だ。随分きついとこだったらしい。殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。マジですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え？東京の組なのにどうして？少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからな。そうか。その時からおやっさんは偉人町のホームレスと死体の始末を。荒川は偉人町に通っては執拗に前科者や極道の顔を探し続けた。たった一つの手がかりを頼りにな。あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、それだけをひたすら追い続けた。そして事件から7年が経っていたある日、俺のもとにこの平安楼への招待状が届いた。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に俺は逃げられるもんじゃないと悟った。
だからボディーガードも誰もつけず、俺はたった一人で荒川からの招待に応じたんだ。一人で？でもそれは危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして？どの道ろくな死に方はできん関与だ。あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった。今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに？まだ二十歳を過ぎたかどうかってその目はもう何人も殺めてすさみきっていた。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか、その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。偉人帳の秘密だった偽札のこともすべて話した。その間銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口を挟まず、全てを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやっさんは？あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやっさん。1984年に日本の満札は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。贈り物？ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を送ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。なんでそんなものを？説明は難しいな。まあ強いて言えば恩義とけじめの気持ちだ。恩義とけじめ。ああ、俺は荒川の招待を受けたあの日殺されるはずの人間だったんだ。だが彼は俺の命を取らず、胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。荒川には途方もない恩を受けた。だがけじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印がそのエラーの偽札だ。偽札の秘密は俺や偉人帳の急所だ。だがその秘密が保たれずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちと、そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば、いつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。
そのつもりで、実は裏書きに一筆入れたな。恩義平衡を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだが、さすがにほとんど消えちまったようだな。そういうことだったのか。しかし今、その偽札を持った男が俺の前に現れた。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。おやさんが俺を大切な身内だと。荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだ。だがな、それを手放しお前に託した意味をお前も理解すべきじゃないのか。だとすれば、カモロ町でお前を撃ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなく、お前を生かして俺の元へたどり着かせるために撃った。違うか。今俺にわかるのはせいぜいここまでだが。いえ、ありがとうございます会長。そっか、やっぱそうか。うん、でも判断すんのはお前さんで、俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです、十分です、信じます。そうかい。ええ、俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃその仲間ももちろん会長も信頼できる人です。だから信じれるんです。そして俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。春日。はい。お前、荒川とは血縁か。まさか、そんなんじゃありませんよ。そうか。あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。親としてさぞかし鼻が高いだろう。